先ほどまで、座礁の動画を撮っておりましたIP4でございます。ということでね、本日は、やっていきましょう、西部の、ペナントの方ね、やっていきましょう。はい、久々でございますよ。これ私撮影するのは非常に久々なんですよ。はい、まあ4月の24なんだよ。本当はね、もっと進んでてもおかしくないんだけど、今4月の24ということでね、現在はリーグ首位でございます。そして今日はですね、もう絶対に勝ち越さなきゃいけない相手、ソフトバンク戦でございます。やっていきましょう。で、今日は地方球場でのね、試合ですのでね、もうバカバカホームラン出るんじゃねえかなっていう予想しながら、はい、今回はね、やっていこうと思います。何取りたかったかっていうと、ソフトバンク戦が取りたかったのと、あとこう地方球場での試合が取りたかった。うん。なのでね、やっていきましょう。そして今日のトークテーマ、一応トークテーマも今日決めてきました。うん、今日トークテーマもね、ちょっと決めてきたんですけども、そのトークテーマの、に合う先発ピッチャーではあるので、今日は。なのでね、そちらもちょっと使っていこうかなと思います。はい。ということで、早速やっていきましょう。オーダー決めていきます。今日の先発はですね、ウルフさんでございます。はい。あのですね、そうですね、ティーヨが、外国人枠の関係でですね、実は結構は入れない。外国人はね、みんなそうなんですけど、T を一旦落として、ウルフさんを上げてきました。まあ、ここに関してはちょっとね、併用で使っていこうと思います。さあ、大田決めていこうか。どうしよっか。なんか今日は、あれですね、地方球場なので、もうバカバカ打っていきたいんだけど、そうだね、長打力重視で行きたいかな。でもそうしたらやっぱ金子さんが出ないんだけど、でも金子さんが今日誕生日らしいのでちょっと金子さん出なきゃかな。飯さん使うかい。でもユウさんが絶好調なの結構気になるんだよな。これウルフさんの時は銀さんだったりか、銀さんだったり森くんも普通にかぶるか。でも銀さんのこの状態絶好調ちょっと気になるな。これ使いたい。でも飯さんもなんかいいんだよな。今日相手が誰なんでしょうね。でも右か、飯さん。うわー、でも銀さん使いたいな。ちょっとこれ絶好調だからね。クリスさん、あ、クリスさんも下げれない。どうしよう。うわー、でも銀さんを出すなら森くんを DH にするんですけど、うわ、どうしよう。いや、でも絶好調使おうか。これでいきますか。 OK、 これでいきましょう。さあ、これでいこう。今日は OK でございます。相手先発は、あ、翔太か。久々に聞いたわね。今ちょっと投げてないけどね。さあ、やっていきましょう。そう、地方球場でのウルフスなんだね。いかにとフライを打ち上げさせないかっていうのがねあれなんですけども、うん。で、今日のトークテーマね、ウルフさんだからなんだって話なんですけど、まあちょっとこれ18年の、この動画って18年の思い出を語るみたいなね、趣旨でやってるんだけど、ちょっと今回はもしかしたら18年の思い出じゃないかもしれないわ。うん。というのもね、今回話していこうと思うのは、外国人先発ピッチャーについて、少しこう、西武のね、外国人先発ピッチャーについて、ちょっとね、思い出っていうのを話していこうかなと思います。まあ、何年ぐらいからの話をしようかなと思ったんだけど、秋さん頑張ってね。ね、何年ぐらいから話そうかなと思ったんだけど、あんま古くから話してもしょうがないじゃん。18年の一応思い出を話すみたいな展開なんで。なので、どうしよっかな。わあ、もしね。どうしよっか。2015ぐらいから話していきますか。うん、その14かな。でも4だね。4。オッケー、いいな、浅苗鉢。4から話していきましょう。うん。4でね、ちょっといろいろあったのでね。それまであんま外国人の先発ピッチャーって取ってなかった気がするんだよね。だから、あれですね、ちょっと話していこうと思います。まあ、2014年の先発ピッチャーがですね、まあ、外国人はですね、グレッグ・レイノルズ投手ですね。懐かしいね。ウルフさん頑張ってね。ね、グレッグ・レイノルズ投手ですね。懐かしいよね。なんだっけ。ね、で、オープン戦すごい無双してたのにさ、後半戦、なんだろうね、こう、後半戦さ、あんま、じゃあ、開幕してから、あんま状態良くなくて、
ね、オープン戦あんなに良かったのにと思ったらさ、でその結局なんだっけ、でシーズン後半の方に、まあ、レッドロッテ戦でさっきまで座礁取ってたからさ、レッドソックス言いそうになっちゃったんだけど、ロッテ戦でですね8勝利を上げてからはね、まあ、3勝ぐらいはしたんだけどね、なかなかこう、まあ、残留することなく、でも当時結構ねレイノルズさんに関してはですね、残留させても良かったんじゃないかって声も結構多くてですね、まあ自分もね残留するんじゃねえかなとちょっと思ってたんですけど、しなかったね。あーちょっと残念ですね。でまあこの代わりになるように来たのが、ウェイド・ルブラン投手。まあそうだね、今はね、ちょっとねそこのピッチャーはね非常に面白いピッチャーなんですけど、まあレイノルズさん同様どちらかというと打たせて取るタイプなのかなと思ったんですけど、まあ実際あんまりちょっと分からなかったんだけどね。ね、レイノルズさんみたいに打たせたタイプかなと思って、なんだろう、逆にルブラン投手は前半良かったんだよ確か、結構出だしは良かったんだけど、そこからだんだん落ちてきちゃったっていうタイプなんですよね。あの楽天戦で完投してたりとか、ね、あとは日本ハム戦ですげえ頑張って投げてたけど打線の援護が全然なくて、最後ハーミッターさんにタイムリー打たれて負けたとか結構あって、今ルブラン投手がね面白いのはそれ以降で、結局その後1年で西武退団してからなんだっけね、シアトル行って球種上げてるんだもんね。そこがすごいやっぱ面白いというかね、今もね現役を目指して公開練習を始めたらしいですけど、ヤフーニュースで載ってたんだ、頑張ってほしいね。セーブじゃ、まあ、帰ってくるんじゃないかと思ったけど、さすがに帰ってこなかったね。なんか新入団外国人に一人入りましたからね。誰だったっけ、なんか、ディーホみたいな名前だったんだけど、知らなかったですね、ちょっと。ね、20何投番メジャーでしてるんだけど、通算で。なんだっけ、なんて名前だっけ、ダーポみたいな名前だったんですけど、まあそんな感じのピッチャーが入りましたね。あ今年のね、先発で期待してるらしいですけども、そうですね。まあ、ルーブランさんとそんな感じですね、懐かしい感じなんですけども、ね、そんなルーブランさんがですね、1年で退団しまして、で入ってきてるのがですね、あれですね、アンディ・バーフェクト、おっとバイアスにやられた。もうバイアスだからね、まあ、バイアスもちょっとね、最近はなかったことですけども、頑張ってほしい気がしますね、やっぱね。最後の時出身なんだっけ、バイアスは。ね、だから、セーブチームいいよって感じがするんですよ。トレードが来ないかな。どうもよろしさん、まあ大丈夫です、1点ぐらいねじゃあ取れるので頑張っていこう。大丈夫かよろしさん。でまずアンディバンハイケットですね、確か韓国球界で最多勝だか最多奪三振だかの実績を引き下げてやってきましたが、ねえまあひどかったね彼はね、シーズン途中に解雇されてましたもん確かね、10登板ぐらいしたんだっけ、でもなんか、そのぐらいしたんだっけ、なんか、1勝もせずね、確か、そう、なんか、あれだもんね、なんか、ほとんど投球イニングも少なくて、なんか、1試合平均が4、なんか、当時計算したとき、1試合平均が、4イニングぐらいしかなくて、ね、すぐ、結構相当な段階で、退団しちゃって。そこからもうちょいチャンスが欲しかったって言ってましたけどね。まあ、スパンからしたらもうチャンスやったろっていう感じがしたんですけど、ね。まあ、そんな感じでございます。あれだね。ちょっと話の中だけに俊林忘れてたけど、俊林に関してはちょっと異色っていうかまあ、ちょっとジャンルが違うかなって感じがするので、俊林はちょっと話さなかったね。俊林もね、良かったね。ちょっとあんまり打ってきてね。なんか、序盤良かったんですね。ドラフト0位って言われてましたね、俊林はね。はい。まあ、そのアンディ・バーヘケット氏が、まあ、ダメで。で、早々に退団したのでね。この年から途中入団外国人が入ってきたんですよね。覚えてる方いますでしょうか。フェリペ・ポーリーノ動きですね。本当はね、なんだっけな。あ、違う。ん？あれ、ポーリーノさん。いや、いいんだよね。ポーリーノさん合ってるもんね。ポーリーノさんが入ってきましたよね。確かその年か。その年か全然だよね。でもなんか、パープルでポーリーノさん使える思いなかったから、多分2016年でやってると思うんですけど、ポーリーノさんが入ってきましたですね。思い出が出ますかね。126キロぐらいあったんだっけ。で結構巨大な外国人ですね。先発やってたんですけど、背番号4でね。
当時あのお兄ちゃんがね4から5に変えたので、おい兄さんねバチよーしね、あのお兄ちゃんが4から5に変えたんで、ね、4が余ってたんで、まあ、あれだね、あのペッポーリの年4背負ってですね、はい、投げたんですけど、金子さんバントしようか、OK ナイスバント、これ自分セーフになるね、素晴らしい、ナイスバントです、誕生日ヒットおめでとう。さあ秋さんが持って逆転のチャンス、オッケー素晴らしい、さすが秋さんいいですね、よしでポーリーノ投手ですね、まあ最速が実証が160超えるって言ったんですけど、まあ現在、まあ、実際は150ぐらいだったんだっけ、なんかそんな感じだったんですけど、彼はですね実はね結構いいピッチングをするんですよ毎回。そうですね、毎回それなりにいいピッチングはするんですけど一勝もできずに帰ってたんですよね。それなんでかっていうと、その後ろが弱かったっていうのもあるかもしれないけど、一番原因がね、5回まではしっかり投げるんですよ。5回までは本当に、なんだろう、こう、なんでしょうね、こう、よーし、大高なんだ、勝ち越しですね。お、質問して帰る？帰れる？ダメか。勝ち越しもなかったり、追加点だったね。さあ、頑張ってもいけん。チャンスへ。あ、あ、いけんじゃないかな。ダメか。そうそう、ポーリーノ投手はですね、5回まではしっかり投げるんですよ。5回まではしっかり投げて、もっと投げてほしいなって思わせて、6回生かすと絶対6回で崩れるっていう。6回で毎回それなりに崩れるので、全然勝ち星つかないんですよね。だから、1勝もできずに帰ってたんですよ。だからね、当時はね、試合見ながらね、ポーリーノ投手6回行かすとね、やめとくれって思うとき何回かありましたね。もうやめてくれと。ポーリーノ投手6回行かすのもうやめてくれと。ね、もう何を見てきたんだ。毎回そうなんですよ。確かに5回まではそれなりに抑えるんだけど、6回から崩れるっていうピッチングをずっとポーリーノ投手はしてましたね。はい。で、ポーリーノ投手と同じ投手だよね、確かね。今先発しています。ウルフさんがですね、当時入団してきまして、ウルフさんは確かですね、2015年までソフトバンクにいたんだっけ、確か。だよね。で、そこからワンスイングに切られて、自主練習してたんだよね、16年をそれまで。で、入団してきまして、ウルフさんだと思いましたね、当時は。なんだっけ、同じ年に確かスタンが同時に切られたんだよ、日本は日本ホームで。ソフトバンクからですね、スタンが一緒に切られまして、自分はなんかスタン取った方が良かったんじゃないかなと思ったんだけどね、開幕前にね。結局その後確かロッテ行ったから、まあ、スタンはすぐ入団決まっちゃったんだけどね、ね、だからそのまあスタンが取れなきゃウルフさんでもいいんじゃないかと思ったんだけど、取れなくてなんだと思ってたら普通の投手に取ったからさ、結構ウルフさんね嬉しかったんだよ。うわ、打たれた、いけらしい。マジで同点じゃない、いやー、最後だね、ちょっと厳しいね、頑張って、ウルフさん、まだでも3失点だからね、これでしたね、地方だからね、恐ろしかったね、これがね、ね、ウルフさん入ってね、嬉しかったんだけどね、入団会見でね、確かウルフさんがですね、西武の守備はいいのでっていう、当時の西武っていうのはですね、まあ、今でこそ守備はいい球団なんですけど、当時の西武はですね、ショートがまず埋まってなかったんですね。源田君が入団1年前だったので、ショートの希望はですね、当時16年後半ですね、走れる高谷さんだもんね、これで落ちたね。レッツゴー。そうですよ。アウトかい？これでランナーがなくなってしまいました。そうなんですよ、当時の西武の希望はですね、2016年後半から出てきたネンティンがショートずっとやって、来年はネンティンであんたじゃって思ってたんですけど、まあ結局源田君がね後に入ってくるんだけど、まあそれはいいとして、 OK、 いいね、源田君もないバッチ、アクターの3塁 OK、 ナイス、それですでですね、その何を言ってるんだ、ゴリュウさんは。決して西武の守備は良くないぞと、
強いて言うなら朝がちょっと最近上手くなってきたぐらいだぞと思ったんですけど、あとおかわり君がサードでおかわり君がいいぐらいだぞと思ったんですけどね。でもね、大丈夫かと、ね、前半はね自主練習してて、だからどこの球団にも属してなかったらしいけど、小高集中、ね、大丈夫かと、ね、思ったんだけど、これダメじゃねえかって声もね結構聞かれたんですよ。おっと取られたか、ダメなんじゃねえかって声も結構聞かれて、あルフさんどうなんだろうなと思ったらね、もうそのファンのね雑音を黙らすピッチングね。ウルフさんは結局入団してから何試合投げたんだっけ、なんかまあ1桁ぐらいしか投げてないんだけど、まあ途中入団だからね、先発だしね。それでなんとですよ、4勝0敗ってすごいんだよ。あの年のウルフさんマジで無双してたもんね、これすげえなと思っていやウルフさんやべえと思って、さすがでしたね。やっぱ日本球界に慣れてるだけで結構違うんですよね、本当にウルフさんお疲れ様かな。うん、カジヤさんかすごかったですね。だから本当にありがたかったですね当時ね。で、まあ、そんなウルフさんがあの4勝してポーリーの投手が対談で、ウルフさんは残留という形ですね、まあ、17年を迎えたわけですけど、17年ですね、なんかね、17年、まあ、入団しまして、あの17年に入っていくんですけども、17年最初はですね、あのウルフさんが1人だったのかな、確か外国人投手が、まあ、開幕から着々と始めましょう積み重ねていきまして、うん、でまあ結構早い段階で9勝したんですよ。であと1勝で2桁だっていう感じだったんですけど、まあ、そこから足踏みをしまして、ウルフさんがですね10勝目を狙うところで、ちょっと岡西君に対戦でいきましょう。誰行こうか、斉藤翔吾さん、あーでいっか、斉藤翔吾さんいきましょう。ちょっと通りはしないのよね。さあ銀さんフルスイング、次は4球目投げました、ダメか、チェンジ、どうしようもない。ウルさんナイスピッチングでした、お疲れ様です。12安打打たれてるの、あじゃあこっちが12安打打つのさあこれでいこうか。じゃあ斉藤翔吾さんそのままライト、あーライトじゃないな、レフトだな、なんとなく斉藤翔吾さんレフトのイメージがあるので、レフトに行きましょう。金子さんライトでお願いします。ウルさんお疲れ様でした。タケク、あそうタケクが上がってきました。あのオガリュウがあまりにもダメだったのでタケクを上げてきました。タケク行こうか、よし。でですね、そのウルさんがですね球場で足踏みしてる時にですね、多分ポーリーの投手以上にですね、あの覚えてる人少ないんじゃないかと思うんですけど、あの入ってきたのはですね、あのスティーブン・ファイフ投手ピッチャーがですね実は入ってきたんですよ。覚えてる人いますか、まあ、いると思うんだよ、何人かゴーグルをかけたんですよね、スティーブン・ファイフ投手。もうでもね、スティーブン・ファイフ投手に関してはですね名前しか覚えてなくて、一勝したかどうかも実は忘れちゃって岡本健、懐かしいね、なんか岡本健って今切られちゃったもんね、確かね。結構なんかいい印象を抱いてたんですけどね。さあ金子さんナイスボールでナイスって待っているようでございます。キャッチャー誰なんですか、クキ君かな、高谷さんじゃない気がするわ。あ、市川さんか、市川さんか、これ走らないのかな、クイック D だもんね、いけるかな。金子さんもう一回、さあここで次の投球一塁ランナー、オッケー、これはいけたでしょう、よーしナイス盗塁です。ねえ、で懐かしいでしょ、スティーブン・ファイフ投手。もうスティーブン・ファイフ投手は結局なんかわけわかんなかったですね1年でいなくなっちゃったんで、でウルさんがその9勝か、結局オッケー、アクター、おーしナイスホームラン。まあこのテナントに関してはもう勝つこと前提で脱散してますからあれなんですけどね、スティーブン・ファイフ投手結局ね、1年に対してウルさんが9勝で次のシーズンに持ち込みまして、でこの18年ティーヨとガーが入ってきたのか、でウルフさんでやってたんですけど、まあまあまあでしたね、うん、あのウルフさんが4勝ぐらいしたんだっけこの年は、でティーヨが7勝ぐらいだったね、なんか結構良かったっちゃ良かったですよね、うん、まあ、ウルフさんが最終年になっちゃったんだけどね、本当にその後現金帯でウルフさんが何だっけ、 OK 朝ナイバッチ入るんじゃないかな、 OK ナイスホームラン、素晴らしいです。そうだよね、ウルさん引退投手だもんね、当時で石内さんがですねチーム途中に入ってきまして、富山から、で私ですね
ヒースさんが入ってきたときですね、ヒースさん先発で使うと思ってたんですよ、ずっと。やっぱね、ヒースさんね、2015年確か抑えやってたんですけど、10年のね、先発のイメージが強くて、先発、ウユさんの加入先発だと思ってたんですけど、中継ぎやってましたね。ちょっと先発ヒースさん見てみたかった気もしたんですけどね。OK、いいね。そんな感じの外国人投手でございました。本当はですね、途中入団で、話そうかなと思ったんですけど、途中入団で話すとなると、コーリーの投手と、ファイク投手しか思いつかなくて。で、あとウルフさんか。このメンツしか思いつかなくて、これちょっと厳しいなと思って、今回外国人投手という感じにしました。はい。さあ、最終回、ヒースさん、お願いします。ピッチャーを変えてきました。ヒースさん安定しますよ。第2球投げました。高めボールだった。ソフトバンクにまずは一勝サードから一塁送球アウト。上げていきましょう。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番グラシア、今日2打点を挙げています。打ったセカンド左へ。いいね、素晴らしいね。よーし、一塁送球アウト。あと1人、あと1人でございます。ギータね、最後ギータ、いいじゃない。さあさあ次の投球インコース引っ張る。あ、ヒットか。あ、大きいことがないです。素晴らしい。よー、惜しかったってことでね。まあ、言った通り、このペナントに関しては、勝ちの前提でやってますので、どちらかというとメインは雑談なので、うん。まあ、そんな感じでございますけど、終わったまいそうなんでした。まあ、最後の小高が素晴らしかったね。そんな感じで、今回は終わろうかなと思います。まあ、非常に今回もね、いいトークテーマでトークできたんじゃないかなと、まあ、個人的には思っております。はい。まあ、次回のトークテーマをね、ちょっと考えようかなと思うんだけど、何しようか。バンドリのあれ言っちゃいますか。ただね、あれはね、8月だったんだよね、確かね。だから8月に話したいと思ったんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、また後日というかです。今回ね、こんな感じで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter もフォローなど概要欄からよろしくお願いします。それで、バイバイ。